とりあえず口チラシを配りまくるってすごい非効率的なことをやってしまってるんですね。特にインスタグラムから商品を販売していくとか集客をしていくためにはですね、フォロワーの人とのエンゲージメント親密度を高めていくかっていうところがですね非常に重要になってきますので、はい、北野です。今回は、40〜50代 SNS 超苦手な個人事業主でも月に100人以上インスタ集客できるための具体的な1日のアクションプラン5選について話をしていきたいと思います。今回は弊社が累計100アカウント以上自社で運用してきて累計1000名以上の事業主経営者の方々にインスタのマーケティングを指導してきた、僕自身がですね具体的にインスタグラムで1日にどういう風な作業を踏めば1ヶ月間でですね、無理なく800フォロワーから1000フォロワーぐらいのですね濃い見込みのですねお客様集客することができるのか、フォロワーアップできるのかっていうのをお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見てください。でまずねこの5つのねアクションプランってことなんですけど、まず1個目タイトル付きで集合投稿です。2つ目、フォロー周り100件。3つ目、コメント周り100件。4つ目、ストーリー1日3から4投稿アップ。5つ目、ストーリー DM1 日50から100件。という形になります。まあ、何のことって思うかもしれないんですけど、実際にこちらのね、私のインスタグラムですね、を表示させながらですね、工程をお伝えしていきます。このアカウントは、実際6ヶ月ぐらいですかね、で1万フォロー達成した私自身のアカウントになるんですけども、まず、タイトル付きで集合投稿ってから話していきます。インスタグラムでは、まあ、実際こういう形でね、私の場合も文字をね、投稿に入れるようにしております。まあ、いわゆるインスタ映えをしないインスタ集客っていう形で、画像に文字をあえて入れるんですね。そもそもなぜ文字を入れるんですかっていう話なんですけども、現段階においてはインスタグラムでいわゆるインスタ映えをした方が集客できるという人も中にはいらっしゃるんですが、例えば映えっていうとですね結構大変じゃないですか。例えばこちらの画像、インスタ映えスポットで検索した時にまあ、結構ねおしゃれな写真だったりとかすごい風景が綺麗だってね映える写真とかがいっぱい上がってると思うんですけども、もちろんこういうね本当に素敵なお写真ね撮られる方は本当に素敵だなと思いますし、もう僕自身も見てていいなと思うことはあるんですけども、ただこれが集客につながるかどうかっていうところで言うとちょっと難しいよね。そして映えにこだわってですね高いカメラを買ったり撮影場所に行く時間とかに労力をかける割にですね、対してねあの濃いフォロワー集まらないというところもあったりしますので、基本的には映えは狙わなくて OK です。そして、まあ、映えはしなくていいもう一個の理由としては、画像に文字を入れた方がやっぱり集客できる理由としてですね、僕自身がバケーションでハワイに行ったとします。すごいね夕日が綺麗な海辺のところでですねインスタ映えをするね、めちゃめちゃ熱い写真を撮ったとするじゃないですか。それをねはいドンとねインスタでアップした時に、基本的にこういったね綺麗な写真に反応してくれるお客さんっていうのは景色が好き、ハワイが好き、海が好きなお客さんなんですよね。で、僕のクライアントっていうのは今事業している人、経営者の方で集客に困ってる人なんですよ。ってなるとこの海の写真に投稿してくれてる人っていうのは別に集客に興味がある人ではないわけですよね。それであれば見込みのお客様が集まらないということになってしまうので、すごい不本意なことになってしまうんですよ。じゃあ皆さん例えばダイエットコーチをしていますっていう方だったら、ダイエットをですねしっかりと投稿に、打ち出していったりとか、まあ僕とかであればしっかりとねインスタ集客できている3つの共通点とか、こういったターゲットのフォロワーの方がしっかりと求めている情報を提供するようにしています。でさらにですね、画像に文字を入れた方がいい、もう一個の理由としてはこちらのですね、いわゆる虫眼鏡マークを押していただくと、あなたへのおすすめの一覧というのがあります。まあ、ここにはですね、一人一人のインスタグラムの趣味嗜好に応じておすすめの投稿が表示されるようになってるんですけども、この一覧の中でも、ほとんどの人が映えをしている中で、例えばこういった出会ったら話しちゃダメな人の特徴7選であったりとか、人間関係悩んでる人だったらこういった投稿、気になると思いますし、アクセコーデとかね、こういったコーディネート系の投稿であれば、ファッションに好きな人にとってはこの投稿はすごい魅力的に映るはずです。で、すぐにクリックすると思うんですよ。っていうように、自分の、見込みのお客様に、直接ダイレクトにターゲットコールをすることができるっていうのが画像に文字を入れる一番のメリットになります。ということで今回画像に文字を入れるためにさらに具体的な3つのポイントを話していきたいと思います。3つのポイント、まず1個目、主語が明確、2つ目キーワードが明確、3つ目メリットが明確です。例えばこちらの画像だったら個人事業主がっていう風なターゲットコールが入ってますよね。そして起業したらまず意識すべきことっていうところで、この投稿を見ることで起業したら何をやればいいんだろうっていうのが分かるよっていうメリットが書いてありますよね。でさらに起業ってキーワードが入っているのでもう完璧です。あとはインスタ集客がっていうね、主語入ってます。そして、集客とかですね個人事業主っていうキーワードも入ってますよね。でさらに、3つの共通点、あこの投稿をクリックしたら3つの共通点が分かるんだってメリットも明確なので、こういった投稿は比較的反応が取りやすく、そして多くの人にリーチしやすい投稿になる可能性が高いです。こういった観点を踏まえてねご自身の業種に合わせてぜひ投稿をね、作っていただきたいと思うんですが、しっかりと投稿だけではなくてですね下の方にこういった文章ですね、こういったところもしっかりと通じてやっていくのが重要でして、ためになる情報ですね、これは皆さんがですねインスタグラム発信するときに一つの、カタログ、お役立ち情報としてねアカウントを作っていくことが重要になるので、ノウハウは、出し惜しみせずにですねできるだけ8割9割とね、出してしまって OK です。というところでまずは画像付きのタイトル付き投稿を週に5回アップしていくっていうのをまずやってみてください。そして2つ目と3つ目のフォローとコメントに関してなんですが、これはインスタグラム上でのチラシ配りを行っていくという形になります。例えば皆さんがエステサロンとか治療院など店舗を経営している人だったりするじゃないですか。そしたら街頭駅前とかで、雑多な人たちに対してチラシ配ると思うんですよね。でもこれってよくよく考えるとすごい非効率な行為
だと思います。例えば街を歩いてる人の中で、治療医の方だったら腰痛に悩んでる人にチラシを直接配れば、成約率は高いんだけども、街行く人の顔を見ているだけで、あ、この人腰痛に悩んでそうだなとか、あとはエスの人だったら、あ、この人最近顔の黒ずみに悩んでるなとかって絶対わからないですよね。なので、雑多な人にとりあえずチラシを配りまくるってすごい非効率的なことをやってしまってるんですよね。でもインスタグラムであれば、どの業種であったとしてもある程度の見込みのお客様に直接ダイレクトにプッシュ通知を送ることができる、いわゆるネット上でのチラシ配りをすることができる。これがフォロー&コメントになります。例えばこちらの画面、ダイエットとね、検索窓で検索をかけていただいて、ハッシュタグ検索をします。そしてこのダイエットのタグでね、つけている投稿一覧を並べ替えていただくと、こういった投稿が出てきます。例えばこのダイエットの投稿にですね、いいねをしている人っていうのは、こちらの他ってところを押すとね、出てくるんですが、この投稿にいいねをしている人ですよね。少なくともダイエットだったりとかフィットネスに興味があるかないかで言ったら、まあ、ある可能性の方が高いわけですよ。なのでこういった投稿に反応しているフォロワーの方々とかユーザーの方々に対して直接コメントしに行ったりとかね、フォローしに行くことによって、ダイエット系のアカウントの場合は比較的やっぱ伸びやすいです。実際インスタグラムでは、あ、その人にコメントをしに行ったりとか、こうやってね、まあ、フォローしていくことによって、相手にですね、あ、北野さんからフォローされましたっていう通知がですね、行くんですね。それがこちらのですね、ハートマークの通知をしていただくと、こういった形で誰々さんからいいねされました、フォローされましたっていきます。実際にコメントもしてフォローもしていいねもしてくれると、3つね、プッシュ通知が連続していくので、プッシュ通知を見て自分のアカウントに飛んできてもらうことによってですね、自分のアカウントがいいなと思われたら、まあ、フォローされるっていう話なんですね。で、ここで重要になってくるのが、いわゆるここの画面のね、アイコンとプロフィールって非常に重要で、7割以上の人はアイコンプロフィール見てほぼ離脱してしまう。逆に言うと、プロフィール文がしっかりしていれば、離脱せずにですね、アカウントの投稿まで見てもらって、そしてフォローされやすくなるっていうのがありますので、このプロフィール文も非常に重要になってきます。このプロフィールコンセプトの作り方に関しては概要欄に動画貼っとくんで、そっちぜひ見ていただければと思います。次はですね、ストーリー投稿1日3から4アップしようという話ですね。で、こちらはですね、いわゆるストーリーっていうのは、まあ、僕自身もね、毎日こういう形でストーリーをね、1日3から4ぐらいアップをしているわけなんですけども、まあ、アップの内容としてはこれ業種にもよるんですが、基本的に、まあ、投稿ではいつもお役立ち情報ですね、を、まあ、配信する一方で、ストーリーでは自分の日常の裏側とか撮影の舞台裏みたいなね、まあ、僕とかもまさにいつもちょっと仕事前の風景ですよみたいなね、こんな感じで今日 YouTube 撮ってますとかですね、仕事風景こんな感じで仕事してますみたいなのも上げてるわけですけど、そこで、まあ、いわゆる人間味を出していくっていうのがね、インスタのストーリーは重要ですと。で、そこでやっぱりポイントは共感を取れるような、いわゆる日常プライベートの発信ですね。例えばご家族と一緒に、ディズニー行ってきましたよとかでもいいと思いますし、奥さんと食事行ってきましたとかでもいいと思いますし、クライアントさんとこれからミーティングですとか、まあ、そういったね、日常の一コマをね、切り口で上げていっていくっていうのはね、結構おすすめなんじゃないかなと思います。5つ目、ストーリー DM1 日100件。これはですね、ストーリー DM、 まあ100件じゃなくても50から100ぐらいですね。イメージとしては、自分の見込みのターゲットの方のアカウントに対して、いわゆるストーリーの DM からもコメントを送っていくっていうやり方になります。例えばですね、こちらのストーリー DM も手順としてもですね、基本的には先ほどのフォローコメントと一緒で、自分の見込みの人、例えばダイエット系の人であればダイエットでタグ検索をかけていただいて、ここのですね、例えばこの投稿に、いいねをしている人に、フォローして、例えばこの人自身の、まあ、投稿とかアカウントに、まあ、実際にね、飛んでいただいて、で、そこに対してですね、例えばこのストーリー素敵ですねっていうのであれば、例えばこういったコメントとかでですね、素敵ですねみたいな形で DM で、メッセージを送信すると。そうすると、まあ、相手の方に DM をね、送ることができますので、そうなると、実際にプッシュ通知でですね、メッセージを送ることが、まあ、できるよというような形になります。という形で、見込みのお客様とこの DM でもね、やり取りを重ねていくことによって、ホットな状態にしていくことができます。特にインスタグラムから、商品を販売していくとか、集客をしていくためにはですね、いかにフォロワーの人とのエンゲージメント、いわゆる親密度を高めていくかっていうところがですね、非常に重要になってきますので、特にこのストーリーと、そして DM でのやり取り、ここをね、しっかりと、フォロワーの方と温めていただくことによって、成約率、売上もね、上がっていきますし、もちろん濃い見込みのフォロワー、そして集客もね、どんどんできるようになっていきますので、ぜひね、今日の動画参考になった方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、また下の概要欄から LINE 登録いただいて、豪華な7大特典プレゼントもね、ゲットしてみてください。それではね、今日の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。